皇室の話なんですけど、佳子さまですかね。やっぱり佳子さま一番、まあ年齢的にご結婚に近いってなると佳子さまなのかな、感じら、まあ、なのかなと思ってるんですけど、結婚を機に皇室を離脱しなければならないという制度に違和感を覚え始めているのかもしれないと。佳子さまがね、一時期は姉の雅子さんと同じように佳子さま結婚することで皇籍を離脱し自由になることを考えられていたと言われています。なんかそういうイメージでしたよね。しかし眞子さんは結婚を強行して自由を勝ち取ったものの、ご両親とは断絶、今では内親王としての功績も評価されず、大きな代償を払わされざるを得ませんでした。佳子さまはお姉さまとは別の選択を模索されているように感じます。まあ、眞子さまは本人は今どう思っているのかわかんないですけど、眞子さんは小室さんと、まあ、好きな人と結婚してね、まあ嫌だったんでしょう、皇室にいるの自由もなくて、やっと自由になれたってニューヨークに行って、もう日本も嫌だってことですよね、日本にいると自由になれないからっていうことでニューヨークに生活してらっしゃるけど、気持ちってもかわいそうっちゃかわいそうですよね。いや、まあ、見知らぬ土地で好きな人と一緒に暮らすっていうのはもちろんいいですけど、どうなんだろうなと。最初は面白いと思うんです、それね、盲目ですから。今までは姫姫って言われてお姫様じゃないですか、皇室だから。でもそれは私をこんなカゴの鳥な私を連れてどっか連れ出してっていう人が、まあ海の王子の小室圭さんだったわけでしょ。それが連れ出してアメリカに渡った、もう二度と日本には戻らないわよ、アメリカで成功してやるわって感じで、まあ、弁護士になんとかなったと。好きな人と二人で本当に見知らぬ場所で暮らしたいと思うのはあると思うんですよ。まあ少女時代の思いとしてね、例えば18とか20、まあ20歳になる前とかね、まあ大人になるにつれて社会との共存を考えるわけじゃないですか。でもまあ社会との共存ってのを考えれるような立場にはいなかったから、解放されたいと思ったのが3年ぐらい経ってくると、さすがにね、この生活いいかなって僕は思ってくんじゃないのかななんていうふうに思いますけどね。これはちょっときついなみたいなね。まあで、そういう姿を佳子さんは見てどう思うかってことですよね。幸せそうなのかなとかね。多分本人は眞子さんは楽しいよとかって言うんだと思うんですけど、佳子さんは客観的に、佳子さんはね、客観的に見て、まあ楽しいのかもしれないけど、お姉さんの評価って日本では結構、また週刊誌に出てたわよ、と。5億円詐欺に巻き込まれてんじゃないのみたいなね、感じのことを思って、私はちょっとこれはきついよな、みたいな。ちょっと冷めた目で見てるんじゃないのかな、って、ここ最近はね。秋篠宮家と交流を取りたがらない、コンタクト取りたがらない眞子さんの間に、佳子さまが鳴らされてて、妹だからね。それもちょっと、いや、いい加減にしてくださいよって思ってるらしいので、めんどくせえな、こいつらって思ってるってことでしょ。で、今回、佳子さまが、美智子さまのお誕生日で、まあ、家族とは別々に行った。それは、愛子さまも別々に行ったんですよね。愛子さまや佳子さまが午前中に挨拶されましたが、スケジュールでお名前が記載されているのは、悠仁さまだけだったのです。まあでも、例年は、悠仁さまも一人で行ってるらしいですよね。今回だけは、家族で行ったと。しかも異例の1時間20分って言ってましたよと。佳子さまが一人だけで別の時間帯にご挨拶されていることが秋篠宮家の今の家族関係を象徴しているように感じました。3年前の長女の眞子さんの結婚以来保持し続けられている秋篠宮ご夫妻と佳子さまの確執、9月10日のご公務で一緒にされた際も紀子さまと佳子さまで目を合わせる場合もほとんどなかった。一部で報じられています。紀子さまは長年悠仁さまのご進学に不信されてきましたが、佳子さまは束縛しすぎではと思われているのでしょう。美智子さまもそんな母子関係を心配されているそうです。要は、束縛するなと、佳子さまは。親が束縛してるから、眞子姉ちゃんあなっちゃったんだぞ、と。私も束縛するなよ、弟も束縛するなと。紀子さまとしては長年お手本としてきた美智子さまを家族揃ってお見舞いできることで円満であることをお見せしたいと
望まれていたようですが、しかし佳子さまはお母さまとの別行動を選ばれたので、紀子さまとしては屈辱以外の何者でもないでしょう。どうなんだろう、でもこれそうなのかな。まあ、週刊誌でいろんな書き方するけど、昨日の読んだセブン、女性セブンの話では、秋篠宮家は、悠仁さまの進学を東大に決めたと。それを上皇后さまに、おばあちゃん、おじいちゃんに、ご報告したために、いや、例年は一人一人で行くんだけど、悠仁さまと、秋篠宮ご夫妻が一緒に行って、ちょっと長い時間話したっていうような、まあ、当然ね、その場に誰も行けないので、当然想像するしかないんだと思うんですけど、まあそういう想像もあるわけですよ。でもこっちはこっちで、これはなんだ？女性自身は、そこに佳子さまがいないのは、今の一家の断絶を象徴していると。佳子さまは、まあ要はお父さんお母さんを避けてると。秋篠宮、特にお父さんのこと嫌なのかな？なんか、眞子さんも多分お父さんのこと嫌ですね。秋篠宮殿下のことを。多分、ほぼほぼ口聞いてないようなことを秋篠宮様が言ってましたよね。なんか前ね、交流がないっていうか、会話がないみたいな。お姉ちゃんが会話がないってことは多分、佳子様もないんでしょうね。お父様との会話はね。ちょっと腹に据えてるところがあるんじゃないですか。いや、ちょっと、このお父さんは何なんだと。私たちのことをどう思ってんだと。束縛して。束縛したかと思えば、バッシングをされちゃうし、私たちは、みたいな感じなんですかね。どうなんですかね。